この配信はファイナル、リシディアファイナルファンタジー、オペラオムニアのプレイ配信となっております。今日の配信でやっていくのは FF6 のセリスですね。セリス登場イベントの魔風剣を掲げてというイベントが今やってますので、まあ、それの攻略っていうのがメインになってきますね。まあ、やることは本当にいつも通りです。イベントシーン見ながら順番に難易度低いところからやっていって、途中にガチャも回すっていうだけですね。時間が余りそうだったらまあ難易度高めの共闘専用クエストとかを回るとかして時間を潰して、まあ、それで終わりっていう風にしようかと思ってますので、まあ、1時間ぐらいの配信になるかと思いますけども、よろしくお願いいたします。本当だったらこれ一昨日配信やる予定だったんですけどね、ちょっと個人的な都合で延期してしまいまして申し訳ないです。セリス FF6 の人ですね。レコードキーパーでは大活躍しています。諦めない。だいぶなんていうか、あの天野さんの元のイラストがなんていうか参考にしてこういうモデリングはされてますからね。スーファミの FF6 とだいぶ見た目の印象が違いますよね。セリスさん、何？嘘よね。今来たアフロ、アフロの出番は今日はあったかな。どうもこんばんは。セツさん改変、なんだか白黒になっちゃって。今までどこに、あら様子がおかしい。ゾンビ状態かな。断じて許さない、うん、やるしかない。セリスさん18歳ですね。公式で18歳、ティナと同い年らしいです。というわけで、まあここからイベントが始まりますかね。まだこの段階では一応セリスは仲間になってない状態なので、前回のアーロンさんイベントの本家キャラ3人で、まあ、軽く終わらせに行きましょうか。条件とかもだいぶ緩いですし、敵も弱いですからね。毎回まあ最初は本当にオペラオムニア始めたての人でも簡単にクリアできるような難易度になってますので、軽く遊んであげましょう。こんばんは、放送お願いします。今日は FF6 のセリスイベントですね。本当だったらあの一昨日やる予定だったんですけど、個人的な都合というかね、あのトラブルがありまして延期することになってしまいました。急にあの延期することになっちゃって本当申し訳ないですね。先週このゲーム始めました。前にコメントくださった方ですかね。行くでござる。オペラオムニア始めましたっていうコメントも確か、なんだったっけな、レコードキーパーかなんかで言ってた方いましたけど。楽しいですか、オペラオムニア。前もコメントいただいた。あ、やっぱりそうだ。結構ね、ほんと最初は難しく感じるかもしれないですけど、慣れるとなんていうかいろいろ考えながら攻撃できますからね。まあ、今ではキャラの数も増えて、まあ、このキャラを使ってどういう戦い方をするかっていうのを考えながらやるのはなかなか面白いと思いますね。終わりだ。ガチャはなかなかちょっと当たりにくいような印象はありますけど、適当に喋ってたらもういきなり一戦目が終わっちゃいましたね。ブレイクされないようにとか考えるのが、そうですね、今この人が狙われてるから、この人はあのブレイブ減らさないように、まあ、あの攻撃は控えようとかね、敵の手を読みながら戦うっていうのが大事になるゲームですよね。今のでまあ戦闘1回目が終わったんで、まあ、次のイベントシーンを見ておきましょうか。セッツァ本物ですね。セリス、お前もこの世界に。断じて許さない。いきなり剣を構えられる。どういうつもりだ。なんとお前が死んだまされるほど。
本物ですよ。熱くなるなよ、うん、セッツァもすっかりこの世界に馴染んでますね、うん、セリスシェル、ガストラ帝国の英才教育を受けた魔導戦士、うん、上昇将軍ですね。おまけに美貌と歌唱力もピカイチ。オペラの舞台で主役を演じられるほどに、そうだ、うん、声優さんは倉島穂子さん。セリスに初めて声がついたのはワールドオブファイナルファンタジーでしたね。それより前に声ついてたっけ。確かワールドオブファイナルファンタジーが初めて声がついた作品だと思いますけど。なんだ、うん、ゾロゾロと。あら、カイエ、なんとなんだ、うん、なるほどね。だいぶシックスのキャラもオペラオムには増えてきましたよね。するとストーリー9章でエドガーも参戦しましたし、メインキャラの半分ぐらいはもうこっちに来てるんじゃないかな。何かの間違いだわ、うん、決裁されたもう一つのリターナー、これエドガーの話ですよね、うん、理解するのは難儀でござった。鎖につながれてるのが似合う人セリスね、このまま眺めているのもいいかと。おいおい、ゲーセンのディシディアにはセリスはまだ来てないんじゃないかな。シックスのキャラは、継戦の方はティナとケフカだけですかね。うん。ティナやシャドウも、そう、オペラオムニアに来ていて。嘘よね。ロックとか、いつになったら来るんでしょうね。主役級の活躍をしてた人ですけど。そういう。ケフカも来てますね。見過ごすわけにはいかん。なるほどね。うん。許せねえ。ありがとう。ついていきましょう。断ち切ってみせる。かっこいいですよね。セリスはあの原作と同じですね。魔風剣が使える人で、敵の魔法攻撃を、まあ、吸収して無効化するっていうかね。ブレイブの回復ができる人なんで、まあ、あの魔法攻撃いっぱい使う敵に対しては強いって言われてますね。まあ、これでイベントシーン終わりまして、セリスも晴れて仲間になりました。ガチャ回すのは、まあ、いつもと同じぐらいですかね。イベント戦レベル20と30が終わって、またあの会話イベント見てから回しに行こうかと思います。このゲームしていたら未プレイの FF シリーズもやりたくなりました。結構広くカバーしてるんですよね。割と早い段階であの、ちょっとマイナー気味なクリスタルクロニクルからキャラ引っ張ってきたのとか、ちょっと意外でしたよね。まあ、気になる作品があったらね、ぜひやってみましょう。2戦目はセリス込みで、まあ、FF6 の3人でやってみましょうかね。ここからボスもちょっと特別なものになって、アクセルターボっていう赤い魔導アーマーみたいのが出てくるんですけど、他の魔導アーマーと違ってあのブレイクしてもなんていうかダウンしないんですね。弱点が氷と水っていうことで召喚獣はシバにしてますけど、まあ、具体的な行動パターンとかは戦いながら解説しましょうかね。フレンドさんにエドガーいたらエドガー連れてってみたかったんですけど、いないですね。エドガー追加されてそんなにまだ経ってないから、鍛えた技を見せてやる。そう、揃ったって人もまだ少ないのかな。セッツは専用の武器がないんで、今あのボールを投げて戦ってますね。いいぞこれ。セリス本当あの魔法使う敵に対しては強いんですよ。それ以外の敵に対してはちょっと微妙ですけどね。まあ物理に強いキャラって言ったらガラフとかいますからね。まあ他のキャラにはできない魔法の無効化っていうのがセリスはできますので、専用装備とか取れるとすごい今後活躍するかもしれないですよね。最初に狙われてるのがセッツァーか。魔風剣使ってみましょうか。
魔風拳。これで敵がセリスを狙うようになって、あのセリスが今みたいなビームとかそういう魔法の攻撃を吸収できるんですね。ガチャ楽しみ。すいません、今回ね、一応ガチャは回すんですけど、イベントガチャは回しません。ちょっと他のガチャを今回は回そうと思います。専用武器持ってないと魔風拳の効果すぐ切れちゃうんですよね。2回行動したらもう消えちゃうので、すぐにまた魔風拳使い直さないといけないですね。セッツァのトランプ2回出た記憶あるな、羨ましいな。結構投擲の武器で自分強いの持ってないんですよ。一番強いのがこの今セッツァが持ってるワッカのボールですね。だいぶなんていうかキャラクターのキャラ崩壊がひどいですけど、まあなんとか終わりました。ブラッティカードとかするときは普通にカード投げてくれるんですけど、ね、このあとなくなるんだよね。そうはいかんぞ。大丈夫、配信前に某攻略サイトでガチャシミュレーターを回してみたらね、金の装備が2個出てきましたので、もしかしたらこの後回すガチャでもいい結果があるかもしれない。まあシミュレーターが良かったからこっちもいいっていう風には限りませんけどね。運がいいうちはきっといい結果が出るはず。ってわけで次ですね、レベル30のイベント戦です。今度はセリスと銃を使う2人ですね。うん、アフロンではありました。すっかり忘れてた。特になんていうかボスに対してこの銃を使える人たちが強いっていうわけでもないけど、ケイトはブリザードが使えるから、敵の弱点をつけますかね。フレンドにエドガーがいたら連れて行きたいけど、まだいない。エドガー設定してる人って少ないですよね。ドリルを使って、やるときゃやるぜ、戦いたいんですけど。ワッカのボールも折り紙は、ああ、ユフィか。ユフィの折り紙、折りするか。意外と出やすい感じがしますね。ケイトは狙われてない。こんばんは、アドもこんばんは。昔からお気に入りのエドガーがイベント内外で使いやすくて楽しい。エドガーはそう、機械のタイプの敵に対して強いですからね。今回の恩恵キャラじゃないですけど、魔導アーマーの敵とかに対して高いダメージを与えられるんで。そうですね、エドガーも専用武器とか持ってたら、このセリスイベント、強いですよね。なかなか欲しいキャラの武器は出ない。そう、欲しいキャラとかね、イベントで出たばっかりの人の武器に限ってめちゃくちゃ出づらいんですよね。回転数が全てだ。結局はそうなりますよね。欲しいのが出ないなら課金すればいいじゃない。最近はなんていうか被った装備とか余った装備を売ることでパワーピースに変換できてですね、別の武器の強化に使うっていう救済措置も実装されましたけど、断章とかハードも終わっちゃうと本当に石が集まらなくなりますからね。共闘をひたすら繰り返すぐらいしか。私のが早いさ。
ガチャで装備が被ったらくっつけて限界突破しておけばいいんじゃないかな。自分はそうしてますね。とりあえず青くなるまで限界突破させるとかして、それでも余ったら売り払ってパワーピースに変えるとかですね。ってやっとけば、まあ後々楽になるんじゃないか。もうこの辺から敵の火力がすごい高いんですけど、ね、魔風剣使っていればこの通り無傷になります。なるんですけど、まだ大丈夫か。セリス配信前にガチャ1回回したんですけどね、恨まないでよ。セリスの武器当たらなかったので、今クラウドの剣を持たせてます。専用武器あったら魔風剣の効果が結構長続きしてくれるんですけどね。覚悟しなさい。今回応援がなかったということで専用なしで頑張ってます。そんな言い方するのはローマしかいない。当たらなかったら課金しろと。まあこれからが楽しみなゲームでもありますからね、応援するって意味で課金は大事だと思いますよ。他のソシャゲに対して11連分の必要額はちょっと割高かなっていう印象はありますけど、映像が止まった。ちょっとお待ちくださいね。映像と音声が固まったってことは多分これは OK、 動きましたね。びっくりした。召喚使ってでも召喚終わる前に片付けたいですね。覚悟しなさい。削り切れそうにない。治った両方 OK。 あ、よかったよかった。ここだ。すいませんね、 FF13 とかやってる時もああいう止まり方最近よくありますからね。まあすぐに直せたんならよかったですけど。お気に入りのキャラをレベル50にしたい。レベル上げるのはそうめんどくさいですよね。でもリリースして間もない頃に比べるとだいぶレベル上げ楽になってますね。経験値いっぱいくれるムーバーが1時間限定でなんというかゲリライベント的にしか出てきませんでしたからね。今はもう予備ダンジョンと併設されてるような感じで楽にレベル上げできますけど、さあ今のでレベル30ですかね、終わったのでもう一回ちょっとイベントシーン見てそれからガチャを回しに行きましょうか。うん、セリスはセッツァーとかカイエンに絡まれてましたね。よく一人で勝てましたね。うん、イミテーションのシーンを見たとき、まあ合ってましたね。騙されなかった。本物のガラフはあんなにギラギラ光ってない。やれやれじゃ。うん。すると。裏を返すと。イミテーションで姿を現したものはこの世界のどっかに来ている。うん。ですよね。嘘をついてるようには見えなかった。ティナはもう、モグが好きですからね。何？めちゃくちゃ怪しいモーグリですけど、ティナは信じてる。うん。すると、混乱させようってこと。うん。元の世界で敵対したもののイミテーションが現れる説明がつかない。まあ、セフィロスのイミテーションとかも出てますもんね。うん。そうだな。え？それは？蹄を通ったもののイミテーションを作り出し、
呼び出した戦士たちに手駒として与えている。イミテーションをこっちも仲間にできるみたいな流れになるんですかね。モグにもう一度聞いてみる。前を向くのよ、あの怪しいモグリに。付き合いきれん、無駄足に終わるでしょうけど。 FF6 はあとはリルムが来たら女の子3人が勢揃いしますかね。まあとりあえずこれでイベントシーンは一通り見たので、皆さんが楽しみにしてるであろうガチャですね、回すんですけど、今回あの配信中で回すのはあのさっきも言いましたけどイベントガチャではありません。こっちですね、ラグナの武器がどうしても欲しいんですよ。あとはあのウォーリアーブライトさんの専用武器が今あの的中率アップしてまして、ついでにこれあの半額で一回だけ回せますので、ちょっとあの石をケチっておきたいんですけどね。まあそういうわけで今回はこっちを回します。バンの武器も出てくれればそれはそれで嬉しいんですけど、どうなることやら。青いガチャシミュレーターでは星5個が2つ出た。本番ではどうなるか。4つ目から銀はなかなかいいペースなんじゃない。7つ目8つ目かな。マジで、おう、ウォーリアブライトさんとラグナ二丁拳銃ができるよ。やったぜ。ガチャシミュレーターよりいい結果が出た。いいじゃん、欲しかった銃が2つも出た。いきなりあの限界突破できますね。これ何がすごいかって、あの装備してるとですね、自分の HP が、まあ、あの画面右の方に出てますけど、半分以上あれば味方全員の初期ブレイブと素早さが若干上がるっていうことでね、まあ、あの常にラグナの HP 多めに溜まっとけば全員がちょっとあの行動しやすいっていう、だいぶあの役立つ場面が多い銃なんですよ。なので、うん、いいものゲットできましたね。二丁も手に入るとは思わなかったけど。エンハンスソードは、まあ、ウォーリアブライトさんの武器ですね。専用じゃないんで、そんなに強くはないですけど。いい引きをゲットできました。ありがとうございます。武器を強化したいけど、オーブがねえって、ね、あのコメントありましたけど。余ったはそう、こういうガチャで余った武器は、あの、売り払えばオーブになりますからね。パワーオーブでしたっけ？あ、それは違うか。単純にあの、強化するためのパワーオーブですかね。まあ、厳重会で頑張って集めるしかないですかね、そっちは。とりあえず、うん。珍しく、自分にしてはすごく珍しく、いい引きを入れたんじゃないでしょうか。やったぜ。っていうわけで、ちょっとあの、早速使いたいところなんですけど、ちょっと強化する手間とかがありますので、まあ、それはちょっとカットしまして。イベント戦4番目以降、先にやっていきましょうか。こっからはあの、このイベントの恩恵キャラ3人ですね。セリスと玉ねぎとパパリモの3人で、やっていきます。パパリモと、あと玉ねぎが氷属性の技を使えるので、まあそれであのボスのメカですね、あいつの弱点を突くことができます。あとは水属性の技が使える人っていうことで、まあダガーとか連れてくとやりやすそうですね。ちょっとじゃあこの編成でやっていきましょうか。すいませんね、なんかガチャの話とかばっかりしてて全然コメントを返せていない。ザコ敵はまあ適当にやってればすぐに片付くので。ダブルスパイって言われてるのはあれモーグリのことですよね。今回のイベントでもあのモーグリ出番がなかったですよね。なんでモーグリがこういう時に出てこないのかちょっと怪しいですけど、お布施した分1000円分が戻ってきたっていう方もいるんですね。
まあ、ガチャお金払えばそれだけ回せますからね。スマホゲームは課金があって生き延びてるようなものですから、あのお金に余裕のあるとゲームが好きっていう人はあのちょっとでも、ね、課金してあげるといいかと思います。無課金の自分が言うのも変な話ですけどね。燃え尽きろ。氷と水が弱点なんですけど、普通にファイヤーとかも効きますからね。魔風剣、魔風剣もうちょっと後で使えばよかったな。まあいいや、凍えるぞ。ガチャの結果でなんかすごいお祝いの言葉をいただいてる、ありがとうございます。今までディシリアの配信何度かやってきてますけど、ここまでいい当たり引けたのって初めてじゃないかな。星5つの装備品がまとめて3つ以上出るのって今まであったかな。もう一回動くとセリスの魔風剣が切れちゃいますかね。欲しいとは言ってましたが2個出るとは自分が一番びっくりしてますね。燃え尽きろ。今後ラグナの出番が増えるかもしれません。釣られて回したら星3つが7つに星5つが3個出た、それはそれですごいな。星4が0ってこともあるとは。普通にあの青い状態から銀を飛ばして金に変わったってことですかね。そういうこともあるんですね。くらえ、いけ。本当なんかあの、いい当たり引ける人っていうのは良かったなと思いますね。今狙われてるのはセリスか。燃え尽きろ。もう終わりますね。今回なんかイベントボスだいぶ倒しやすいような感じなんですけど。見かけで判断しないでよね。知らずに先月課金してました。課金して、まあ、割とあのいろいろいいガチャとかもね毎回やってるので、まあ、安いガチャとかあとジェムが安くなるセールですかね、そういうのやってることもあるんで、そういうタイミングに課金するのもいいかもしれないですよね。今終わったのが難易度40ですので次50ですかね。難易度50も同じ3人でやってきます。召喚獣もさっきと同じで芝ですね、連れて行きますけれども、今の時間がもう11時半ぐらいで、これだいぶ尺が余りそうですよね。尺が余ったらまあ共闘専用クエストとかでちょっと誰か来ないか試してみようかと思いますけど、フレンドさん連れて行くならセリスかパパリモがいいですね。武器の青いパパリモさんがフレンドにいますので、ちょっとこちらのパパリモ連れて行きましょう。私がみんなを守る番だ。恩恵キャラ連れていかなくても、まあ、あの強い人は強いんですけどね。さっきあのコメントいただいてましたけど、エドガーとかも今回のイベントボスに結構よく攻撃が通るので、まあ、玉ねぎの代わりにエドガー連れていくとかそういうのでも十分やりやすいと思います。先月 Google プレイでキャッシュバックをやってた、あーなんか言ってたな。自分はなんかレコードキーパーでその話知りましたね。課金するなら今やでみたいな。レコードキーパーもフェスが近づいてるので、まあガチャのラインナップとかによっては初めて課金することになるかもしれない。雑魚敵は本当大したことないんですけども、ボスだけがすごく強いんです、ね、
は窓ワーマン。こっちの窓ワーマンはブレイクすればしばらく動かなくなるんで、その隙に叩けばいいですね。玉ねぎ狙われてるんで、玉ねぎはちょっとブレイク貯めときましょうか。ブレイクできない。今回があのセリスのイベントですけどね、今やってるセリスのイベント、あさってから FF4 のカインが参戦するらしいですね。個人的にはそっちの方をあのガチりたいので、まあ、さっきちょっとガチャをね、あの半額の方を回しておきました。ゲーセンのディシディアも同じ感じですか？ゲーセンのディシディアは全く違いますね。操作性というか、PSP で、まあ、もともと出てた対戦型のゲームなんですけど、まあ、それがより派手になったのがアーケードのディシディアですかね。今あのプレイしてるオペラオムニアは本当に普通の RPG の、まあ、あのディシディアの仕様を持ってきたような感じで、まあ、ゆっくり考えながら攻撃とかねできますね。今ゲーセンで出ているディシディアっていうのが、まあ、あの2018年の1月ぐらいにプレステ4に移植されるらしいですね。まあ、ゲーセンと同じようにオンラインで対戦もできつつ、一人でも遊べるような、なんていうか、プレイモードが搭載されてるらしいので、まあ、その内容次第では自分もやるかと思います。楽しみですね、ほんと。凍えるぞ！強いな。いきなりこんなに食らうと思わなかった。ここで魔風拳使えばいいか。おう、まともに食らってたらやばかったですね。セリスがまだ狙われてるか。一回動くと魔風拳の効果切れますね。魔風拳。HP 攻撃はさすがに吸収できんか。倒れろ。くらえ。敵が動く直前に召喚を使って、もうそこから一気に削り切る作戦に出ましょうか。敵がだいぶ硬いですからね。燃え尽きろ。ここですか。ほんと今日も時間がすごい余りそうですね。1時間も尺用意しなくてもよかったかな。倒れろ。フレンドさんのパパリモに入れ替わるのはもうちょっと後中、ファイヤーとか打ち尽くしてからの方が良さそうですね。全体攻撃が来るから、ブレイブオン。1000近く食らうんですかね。で、次に狙われてるのがパパリモト。間違えた。何やってんの俺は。ブレイクさせたい。
魔風拳召喚使ったはいいけど、あんまり削れませんでしたね。燃え尽きろ。大丈夫かこれ。回復はするけど、やっぱり HP のダメージは受けてしまうんですね。もう魔風剣がこれ以上使えないから、あとはもうやられる前にやるしかないですね。覚えるぞ。セリスをフレンドさんのパパリモに入れ替えようか。専用持ちはやっぱ強いですね。痛いな。次のターンのブーストタックルはもっと威力が上がってるんで、玉ねぎはもう満タン近くまで上げときましょうか。ちょいで削り切れそうな感じなんだけど。燃え尽きろ。おう、次が左の方にいるパパリモか。覚えるぞ。やっ、ああ狙われてる。燃え尽きろ。あ、でも終わる。倒れろ。一人も倒れずに撃破できましたからね。だいぶ時間がかかりましたけど。みんなお疲れ様。お疲れ様。パパリモが二人。全体的に身長が低い。終わっちゃいましたね。40分ぐらいでもイベント戦5番目まで終わってしまった。わーい。お付き合いいただきありがとうございました。時間があと20分ぐらい余ってるので、とりあえず共闘専用クエストっていうのをちょっとやってみましょうか。先週配信でやった時は結局誰もマッチングできずに、一人で挑む羽目になってやられて終わりっていう流れになっちゃいましたけど、共闘戦は、前半、まず最初にイミテーションですかね。ここで言うと、パパリモとティナが出てくるみたいですけど、最初にそれを倒して、その次に、さっきのメカですね、が出てくるっていう流れになってます。共闘戦繰り返し、クリアして、スコアですね。ここにハイスコアとか出てくるんですけど、ひたすらスコアを稼いでいくと、豪華な報酬ですね。ガチャチケとかが、もらえるようになってるみたいです。時間は待ってますし、とりあえず行ってみましょうか。ホスト、まずはホストで、また多分皆さん忙しいでしょうからね。最終ログイン時間からそんなに空いてない人誘ってみる。リストに上がってる人、とりあえず全員送るぐらいしかできないんですけど。自分が先頭に出す人は、玉ねぎの方がいいかな。ある程度装備が揃ってる人っていうのは、玉ねぎぐらいしかいないので。一応誘ったらですね、右上ですかね。今280ぐらいの数字が出てますけど。これがゼロになるともう一人で、今左側に並んでる三人で出撃するっていうことになっちゃいますね。でもさすがにこの5分近く待ち続けるのも生配信ですしね、やりづらいので。残り時間が200秒切ったらもうこのメンバーで行きましょう。残り200秒切りそうですね。もうこの三人で行っちゃうか。勝てるかどうか分かりませんけれども、行きましょう。いいよ。
後悔したって知らないよ。一応この誰とも協力せずにクリアしたとしても、なんて言うんでしょうね、報酬はしっかりもらえるらしいので、まあ、頑張りたいところですね。頑張れ頑張りましょう。いきなりなんかパパリモがブレイクしちゃったけど、痛い。いきなりこういう技を使ってくるんじゃない。メルデンぶっ放してくるのが早い。強くないか、やっぱり。玉ねぎは今狙われてるから攻撃しちゃいかんな。からもう敵がすごく強いですからね。京都でしっかり人が集まってくれれば、人数分の回数ですね、召喚が使えるのですごい楽になるんですけど、セリスは狙われてない。倒したもんかな。接続中で止まって流出できんかった。入ろうとしてくれていた。なんかあの他のプレイヤーさんのコメントっていうので、結構あの京都を入ろうとしても繋がりづらいっていう人をよく見かけますからね。多分この戦闘もういきなり玉ねぎはやられてるし、勝ち目はないと思いますけど、行けるところまではとりあえず行きましょうか。それで終わったらどうしようかな。それでも時間が15分ぐらい余ってますもんね。玉ねぎがやられてしまいましたね。本当あの一人でやるのはかなりきついと思います。もったいないけど、ここ魔風剣使おう。使った時に限ってこういう HP 攻撃仕掛けてくるんですと。自分も強い装備品とかがいっぱい揃えば積極的に京都入ろうかなという気になるんですけどね。結構このゲーム京都マルチプレイの敷居がだいぶ高いようで、武器が多くないと蹴られたりとか割とあるんですよね。もうちょっとなんていうか難易度低いところで京都できるようにしてくれれば人口も増えそうですけど、ね、無理。今やってる京都専用クエストっていうのはコンティニューはできるんですけど、コンティニューしてクリアしてもな。一応初回クリア報酬で石100個はもらえるみたいなんで、それ目標にちょっと頑張ってみましょうか。どうせあのここで負けて終わったらそれでも時間が余ってしまうので。凍えるぞ。間違えた。あまりチャージしてない段階からこんな火力を発揮してくる。燃え尽きろ。
食らえ。コンティニューすることになるんだったらもう惜しまずに技はどんどん打っていきたいですね。凍えるぞ。これ一人の時でも共闘だったらスタンプ打てるんですね。めちゃくちゃ虚しいですけど。玉ねぎがいないとやっぱ削るペースが遅いですね。削れるところまでは削っておきたい。パパリモが次の攻撃で落とされるかな。お疲れ様でした。コンティニューすれば3人復活して召喚ももう一回使えるようになった上で、まあ、再挑戦というか引き続き攻撃できますからね。ジェムってだんだん集まらなくなるんですかね。ジェムはそう、最初のうちはもうあのストーリーとか談笑とかクリアしていけば報酬のジェムがいっぱい入っていきますけどね。全部クリアしちゃうともうあとはログインボーナスとか、あとは共闘で集めるしかなくなりますね。共闘ひたすら周回する根気があれば、まあそこそこジェムとかあとガチャチケットは集まりそうですけどね。共闘周回するってなるとやっぱり強い装備とかがないと結構きついところはあると思います。まあでも運営さんも結構な頻度で石を配ってくださってますからね。イベント直前に石500個配ったりとか割とやってるんで、まあその石を計画的に使っていればそんなに困ることはないんじゃないかな。したはいいけどまたブレイクさせられてますね。やってやる。倒れろ。ようやく半分ぐらいか。あ、そうか、タックルだから魔風剣は意味がない。これはちょっとまずくないか。次多分タックルの3段階目が来ますよね。耐えてもらうしかない。レーザーかよ。全体攻撃だからこれは拡散魔導レーザー。これはまだ耐えられる。燃え尽きろ。魔風剣ハイパービーム、こういうのもしっかり吸収できるからセリス強いですね。で攻めに出て大丈夫かな。召喚がまた呼べるようになればもうあとはすごい楽なんですけど。くらえ。間違えたな。凍えるぞ。さっきからすごい間違えた間違えたって言ってる気がするけど、やめてくれ。
これ次に食らったらセリスが落とされますね。ルビサボで。耐えた。よく耐えた。それで召喚が使えるようになるまで粘るしかないかな。ハイパービーム魔風剣じゃないとやっぱりこんだけ食らいますよね。でも召喚が使えるようになってる。やってやる。敵のターンの直前で使ってやればまたそこから削り切れるかもしれない。いけ。アイコンティニューしたとはいえこのまま倒すことさえできればプラマイゼロにはなりますね。倒した。コンティニューしたんでスコアはものすごく少ないでしょうけど。見かけで判断しないでよね。共闘クエストを一人でクリアしました。スコアが2000、累計スコアが200万までいけば、まあ、全部の報酬もらえるらしいんですけどね。このペースでいったらあと1000回やんなきゃいけないの、まあ、頑張りたい人はぜひ共闘で他のプレイヤーさんと協力しながら周回しましょうと思ったら誰かから呼ばれてるみたいですね。あ、そうか、ガチャチケはもらえるんだ。フレンドさんから呼ばれてるみたいなんですけど、もうマックスになってるんで、入れないですね。すいません。周りの人誰もプレイしてないので配信見るのが楽しい。なんかそう言っていただけると嬉しいんですけど、すいませんね、なんか、グダグダで、コンティニューしないと強いボス倒せないとか。もっとなんかこういう配信やってくれる人増えると嬉しいんですけどね。ガチャチケが今ので手に入ったので、ガチャチケはこっちに使いましょうか。ここでセリスの武器とか出たら面白いですけどね。ガチャチケここで3つ使って、まあそれでおしまいにしましょうか。ガチャチケで回せばまあ、大体はこういう星3つばっかり出ますけどね。2枚目。お、玉ねぎの兜ですかね。まあ、一応イベガチャというかイベントに活躍できる人の装備ですけどね。3枚目。知ってた。まあさっきの11連でいいのいっぱい来ましたからね。もう、これ以上は欲を張らないでおきましょう。っていうわけで、すごいなんか最後がグダグダになりましたけど、一応、一通りやりたいことはやれましたので、今日の配信はもうここでおしまいにしようかなと思います。どうもここまでご視聴コメントいただきありがとうございました。次回の配信なんですけど、次のディシディアの配信は、どうしようかな。11日あさってから、カインのイベントですね、始まるので、まあ、それから、3日ぐらい経った、14日にしましょうか。9月14日ですね、木曜日の夜11時から、まあ、カインのイベントの配信というのをやろうかと思いますので、まあ、予定ですけどね。まあ、次回の配信もよろしくお願いいたします。というわけで、本当長いってことはないか、グダグダになりましたけど、ありがとうございました。お疲れ様でした。